ちょっとまず海引いてみますかね。こんにちは、高橋です。元気でしょうか？おかげさまで私も元気です。では今日も、お便りから紹介していきます。ですね、ビデオレターレッスンという形で動画のやり取りで、レッスンを受けてくださっている K さんから。高橋茂人先生、K です。お世話になります。ビデオレターどうもありがとうございました。そして、そうですね、チェックした3曲の曲について書いてありますね。1、聖者の行進。リズムが間違っていなかったようでよかったです。この曲に関しては自分でもだいぶ綺麗な音が出るようになったと感じられるようになってきて嬉しいです。もともとは数えながらすごくゆっくり弾くところから始めたのですが、今回のビデオを改めて見ていると早いですね。確かに勢いで弾いてしまっているのかもしれません。次はゆっくりとスイングのリズムを確かめながら弾いてみようと思います。2番、大きな古時計。前回はまだ PPPI、 おやおやおや、人のピッキングですね。ちゃんと弾けていない部分が多かったので、今回まずは全部の弦をちゃんと鳴らさなければという思いが強すぎて、メロディーのタイミングがずれてしまったようです。以後気をつけたいと思います。イントロの部分は PPPI ではなく P でいいのですね。気がついていませんでした。直します。3番目、海ですね。エンディング部分の運指について私のために考えていただき、どうもありがとうございます。丸。もう一つ前の運指から考えるべきだったのですね。おかげさまで運指に対する考え方がよく分かりました。ずっと行き詰まっていましたが、この方法ならうまくできそうです。できない時は無駄に練習に時間をかけるよりも、一度立ち止まってできない原因と対策を考えてみることが大切だということも最近やっと分かってきました。今回も大変勉強になりました。未だにあまり練習できてないオーシャンゼリゼにもこれから真剣に取り組んでみようと思っています。次回もどうぞよろしくお願いします。丁寧なご指導どうもありがとうございました。 K さんということで、こちらこそいつもありがとうございます。で、そうですね、曲を弾いていただいた動画を僕の方に送ってもらって、まあその動画僕は見ながらチェックして、動画なのでこう弾いてる映像をスローにしたりとかね、早回しとかもできますし、この指のこう止めて、この指の位置がもうちょっとこっちとかね、そういうこともできるので非常に分かりやすいですね。で、今回ですね、「海は広いな」っていう海の曲って運指に対する考え方がよく分かりましたっていうの、これどういうところかというとですね、ちょっと、というわけで、冒頭の演奏の海のところで、最後エンディングのところの前ですね、まあ右手の話は今日はいいとして、アップの方が分かりやすいですね。で、エンディング F から半音全部は F シャープで、人差し指離して F に戻るんで、このままスライドするっていう、こういう運指があったんですけども、直前がですね、 C7 から F に行って、1弦3を小指で追加して、
で F シャープ作るのに小指だけ半音上げて正波と中指薬指、中指2弦薬指4弦、まあ正波じゃなくても人差し指3弦だけでもいいんですっていう感じ。だから F の時に1弦3フレット小指で押さえといて、これを残すことで他の指は別の弦に行くけど、まあ保持できるわけですね。これ薬指で行って1弦3押さえてたらもう全部入れ替えになるんで完全に途切れてしまって演奏止まるんですけど、どれか1本小指がこの場合スライドして生きてる、で他を追加して、で最後は人差し指外して全部下げるだけでっていうことで、あの運指側の指を全部は変えないです、ね、なるべく1箇所とか以上残しておくようにして繋いでコードチェンジしていくことで、スムースに途切れないで、まあ、レガートができてしまうんで、そういう運指の考え方を曲を通じてお伝えしてるんですが、とですが、で今回ね、そのケースさんはね左手に、まあ、あの、まあ、怪我してしまった、骨が折れてしまった経緯とかいろいろあって、あのなかなか指が動かないっていうことで、その C7 から F に行って小指にして他3本を変化させることもかなり難しいっていうんで、ご自身で考えて、で F になった、でもう一回この最初から全部持ち直して人差し指開けた F で、そうすれば半音上がって人差し指を3弦に入れるだけで、また人差し指外して戻すだけっていう風に工夫されたんですね。しかしながら、あのそこはスムースになったんですけど、いただいた動画でも、まあ、良くなったね。ただし最初こう、でここの F から一度持ち替えるんで、非常にこれがそこが今度はあの隙間というかですね、その持ち替えっていう動作増えちゃったんですね。その手前でうーんって感じになってしまったんで、そうするとじゃあ僕もその場で考えまして、じゃあね B フラット C7、 こっから人差し指はですね、もう F のためにここにずっとあるので、中指入れるだけで F できるんですけど、それやめて、さっき C7-0303 小指薬指が4弦の3にあるので、これをグリッと 3フレットか2フレットに下ろして中指で2弦の1を押さえること、これで F 作って小指1弦再入れて、そうすれば F から F への持ち直しっていうのが省けるんですね。前の運指から直接この人差し指抜きの F が作れるんで、ここから先はあの K さん考えたような運指でいけますよねという、まあ提案に追加提案を差し上げて、そうしたところ、うん、おかげさまで運指に対する考えがよく分かりましたと。ずっと行き詰まっていましたが、この方法ならうまくできそうですと。できないときは無駄に練習時間をかけるよりも一度立ち止まってできない原因と対策を考えてみることが大切だということも最近やっと分かってきました。そうなんですね。あの無駄に時間をかけるというか、練習というのがこの反復練習と探る練習というのがやっぱり2種類あるのはすごい大事で、探るっていうのがこの今もう弾き方のやり方まで変えちゃったんで、まあ設計なんですけども、設計が難しかったらいくら頑張ってもね、難しいことを頑張って弾くだけなんで、その前後の流れによって同じ F でも人差し指開けてこう押さえてもいいし、まあ人差し指長い薬指で押さえても G でもこういう人差し指で3本押さえる G もあれば、この3本指で押さえる G もあるし、これ中指と薬指でやってもいいわけですね。その前後の流れで一番楽に綺麗に弾ける運指っていうのにするのが大事でね、あのまあ初心者の方はこれは G っていうのはこう教えるんだって教わりますから、もうそこで発想がこう固まりがちなんですが、あのいいんですよ、全然それでよくて、いきなり3つも4つも教わっても
混乱してしまうんで、最初はこれでいいんですけど、それと同時に運指っていうのは固定ではないっていうことを入れておくと、そこでなんていうんですかね、一個だってこれは一つで、鍵みたいに一つの形しかなくてこれでしか開かないっていうんじゃなくて、音が欲しい音が出ればいいので、下手したらですね、なんかまあ僕が言うことも全ては全員の正解ではないわけで、こんな今回みたいにどうしてもきついところがあれば変えていっていいんですよね。そしてトータルでこのあと K さんはこの弾き方が一番ちゃんと演奏できるようになると思いますので、うん、その手のね怪我の具合とか、そういうどの指にどういう個性があるとか、指の長さとかによっても運指同じようで全く同じようにはできませんので、そこは前提ですよね。どっちかというと全てこのようにやってください。で指の長さが違ったり体の個性が違ったりする人が同じように弾けるわけでもないので、もちろんその原理原則っていうか、ほとんどの人にはここがこう当てはまるだろうっていうことは共通部分として持ちながら、共通部分をしっかり頭に入れることで、共通じゃない個別具体のところが逆によく見えてくるってことがありますのでね、一緒に今後もこういうことも含め、学んでいけたらと思います。ちょっと今日はね、ある程度レベルが高い話なんで、別にこの曲がこう弾けたらいいよっていう話ではなくて、一つの例としてね、一つのコードの押さえ方は 一通りじゃないと、いろんな押さえ方があって、前後の流れでそれは工夫して考えて、行くのが一番皆さんのねプラスになりますよということをお伝えしたいと思って動画にしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。また見てね。